皆さんこんにちは、エリサマリアです。今回の動画で言語について話したいと思います。特に私はどうやって日本語を学んできたかと話すし、私のおすすめの言語学習のテクニックも教えたいと思います。私は4カ国を話せます。もちろんフィンランド語と学校で学ばないといけない英語とスウェーデン語で日本語も話せます。子供の時から言語が好きで、その他にフランス語もスペイン語も韓国語も勉強したことがあります。中学校の時、日本の音楽聴いて日本が好きになって、好きな曲の歌詞を知りたいとか、好きなアイドルが出ている字幕なしのドラマも見たかったし、日本語の勉強にやる気満々でした。日本に旅行したり、日本人の友達できたりして、日本語を使うチャンスも多かったし、意思もあって勉強する理由もたくさんありました。勉強に感情が入るなら頑張れるし、楽しくなると思います。じゃあ熱心だったらどうすればいいですか？私の経験で5つのポイントにまとめてみました。1つ目はとても大事なことだと思います。ただ教科書で習ったことをコピーするんじゃなくて、ちゃんと理解するようにすることです。私は留学の時に英語の先生をやってたことがあって、何かインターナショナルマラソン大会とかに入って外国人と話したいという人が参加してくれたんですけど、自由に教えられるんじゃなくて、パンフレットが渡されて、そこにいろいろ決まってるセリフが入ってたんですけど、このフレーズを教えてくださいと言われました。役に立つ単語とか文法を習うんじゃなくて、台本みたいにセリフを読んだだけです。でも本当の会話は台本によるわけないから、それ意味あるの？と正直思ってたんです。決まったセリフを習ってるだけだったら、その以外の会話はできないでしょ。そうやって自分で文を作れるようにはなれないと思います。私の留学の時の経験なんですけど、日本の教育では自分で考えさせるんじゃなくて、ただコピーして暗記させることが多くなってると思います。習ったことはちゃんと頭の中で理解してないなら、試験の後はすぐ忘れてしまうでしょ。言語だけじゃなくて、大学で取ってた心理学の授業とかもそういう感じだったんで、そのようなイメージがとても強いです。言語の場合だったら、なんでこの文はこうやって作られてるかって分かんないなら、自分で文を作れるようには簡単になれないと思います。2つ目は、学習は聞くから始めるということです。とりあえず聞くことが一番だと思います。私の場合だったら、日本の音楽聞いたり、テレビ番組見てたり、日本に行って周りの人の話聞いたりするということです。私はもう17年間くらいはほぼ毎日くらい日本語が耳に入ります。もし勉強を始めたばっかりだったら、言葉わかんないから聞く意味ないでしょって思うかもしれないんですけど、聞くだけでもその言語にちょっと耳が慣れてくるし、いつもあの言葉出るよね、意味なんだろうねと思うようになるかもしれないし、いろいろ意味があると思います。赤ちゃんも最初は何もわからないのに、聞くだけで言葉の意味を習って話せるようになりますしね。でも私には個人的一つの問題があります。私はチャニーズの話ばっかり聞いてるから、男っぽい言葉を習うことが多いです。もちろん聞くだけで習うなら、男言葉だとはわからないってこともあるから、使ってしまうかもしれません。おい、腹減ってるから飯食いに行こうぜという風になるかもしれません。女性らしい話し方はよくわからないんですけど、申し訳ございません。映画とかを見るとき、 CC を使うことがおすすめです。はじめはもちろん字幕もいいんですけど、 CC を使ったら調達できると思います。例えば英語のドラマを見てたら、英語の字幕をつけるということですね。初めて見るときは集中できないかもしれないので、字幕でもちろんいいんですけど、好きな映画とか何回も見るなら飽きないし、もうだいたい内容わかってるから、 CC を使うと、あの言葉使ったねとか、あの言葉ああいう風に書くんだねとか、いろいろわかるようになります。そうやって何回も見て、もうだいたいわかってるなら字幕なしで見るのもいいと思います。私は今でも Netflix とかで英語のドラマを見るときは、いつも英語の CC をつけて見るんですけど、それは別に習うためじゃなくて、ただの癖です。私は何回も見た映画とかドラマのセリフも覚えてるし、好きな曲の歌詞も全部覚えてるから、それでいっぱい習ってるし、頭の中で聞こえるから発音も覚えてます。3番目は、理解するために書くことです。
勉強するときメモをするってことが当たり前のことかもしれないんですけど、前にも言ってたように、ただ教科書の言葉とかコピーするんじゃなくて、頭の中で整理できるように書くのがいいと思います。例えば私がやっているのは、習った言葉を動詞と形容詞に分けて書くとか、一つのページに一つのテーマに関することだけ書くとか、似ている言葉を隣に書いて比べるとか、そうやって頭の中で整理します。そういうリストを書くと、ちゃんと意味を考えてるから、その意味も覚えるようになれるし、何回も何回も書くから、それも復習になるからいいと思います。特に私は漢字を勉強してるとき、言葉を比べてることが多いです。例えば、狭いと挟むという漢字はすごく似てるんじゃないですか。隣にして比べると違いがよくわかると思います。あ、挟むって言葉に手という部首があるから挟むということが覚えられるし、そして狭いって漢字に獣の部首があって、獣が迫るというダジャレを作って覚えるようになります。そういう言葉遊びもいい方法だと思います。フィンランド語と日本語に似ている言葉がたくさんあるから簡単にできます。例えば、鳥という言葉はフィンランド語で広場という意味なんですけど、日本語の鳥という言葉を覚えたいなら、鳥で鳥がたくさん見たという文章を作って自分の中でイメージして覚えるようになると思います。話すより書くと気分を考える時間があるから、自分で何か文章とか書くようにするのもいいと思います。自分だけに論文書くのは意味ないとかつまんないって思うなら、ブログとかインスタグラムでも始めたらいかがでしょうか。いい練習になるし、友達もできるかもしれません。4つ目は、自分が好きなことにつながってるものを読むことです。読むのも大事な勉強になると思います。話を聞くときは聞き取らないこともあるし、書き方分かったら覚えやすいと思います。でも教科書の文章を読むより、自分が興味あることを読んだ方が絶対いいと思います。ただ読むために新聞とか読んでみるならつまんないし、早く飽きると思います。私は面白そうと思う日本の書説を読むようにするし、大好きな山田涼介のインタビューとか読んだりすると、絶対全部理解したいからモチベーションがすごく高いです。私は昔山田について英語でブログもやってたことがあって、外国人のファンのために山田のインタビューとかジャンプの歌詞を訳してたこともあったんですけど、とても楽しかったし勉強にもなりました。でも例えばフィンランド語が勉強したいけど、好きなフィンランドの歌手がいないとか、そういうことに興味ないとか思ってるなら、自分が好きなことだったら何でもいいと思います。犬が好きな人はフィンランド語で犬について読めばいいし、歴史が好きな人が歴史について習えばいいとか、そういうことです。もしまだ始まってるばかりでそこまで読めないというふうに思ったら、子供の本を読んでみたらいかがでしょうか。私は日本語でムーミンの本を読んだことがあって、その話も大体わかるし、文章も難しくないからいい勉強になりました。そして5つ目は、多分一番大事だと思います。恐れずに話すということです。私は多分5年間くらい日本語を勉強して、字幕なしでもドラマ見れたくらいになったけど、フィンランドで日本人の友達をできたまでは自分で話せなかったんです。偶然でフィンランドに来た日本人の留学生と出会って仲良くなって、1年間よく一緒に遊んでました。自分でも話せないといけなかったから、ちゃんと文を作れるようになりました。今はフィンランドに住んでいる日本人の友達は何人かいるんですけど、会う時は絶対日本語で話すようにします。わからない言葉とかだったらフィンランド語か英語にして、よく友達に訳してくれるから、会話を楽しめながら勉強にもなります。外国人の友達がいなければ、今の時代ではネットでも簡単に見つけると思います。子供が早く言語を習える理由は、絶対気にせずにやってるだけだからと思います。大人になると恥ずかしくて話せないとか、失敗したらどうするとか、そういうことを考えるばっかりで諦めて話さないということも多いと思います。でも本当は失敗しても相手はいい人だったら絶対バカにしないと思います。外国の人が私に間違ってるフィンランド語を話してきたら、頑張って話してるね、すごいねと思うだけです。だから恐れずに話すと絶対上手になれると思います。何を習っても最初は難しくて何もできなくて大変なんですけど、頑張れば絶対結果が出ます。
小さい子供が歩けるまでも何回も何回も失敗するけど、倒れるのは恥ずかしいからやめると思うことはないでしょ。大人になってもそういう子供心を忘れずに新しいことを学びましょうね。はい、これが私がまとめた言語学習の5つのポイントでした。どう思いますか？ちょっとだけでも参考になれたら嬉しいと思います。じゃあ他にいいテクニックとかあればコメントで教えてください。もしこの動画良かったねと思うならグッドボタンもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。